の永井香織です。あくちゃんです。2024年秋の新作ベースメイク座談会をやっていきたいと思います。わー、今日は4つのトピックに分けて、ベースメイクを深掘りしていきまして、最後のフトークのコーナーでは、皆さんの質問にお答えしていくというような感じで進めていきます。カバー力抜群の白ベージュ下地が熱い。スックから、はい、ザ・プライマーということで新しい白ベージュ下地が出ます。これ良かったし、多分みんな大好き。みんな絶対大好きザってつくものはもうスックの中で最高峰の立ち位置ということなんですが、ね、うん、ザ・プライマー、白ベージュの良さってもちろん私の大好きなトーンアップ先生は、はい、もちろんなんだけどベージュの効果でちゃんとカバーもしてくるんだよね、うん、頼りがいのある白ベージュ下地っていう感じで、スケシロ姉さんっていう時期もあったんだけど、うんうん、はい、あったじゃん、うん、なんか遠い昔みたいな。そう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 遠い昔はスケシロ姉さんっていうのもあったんだけど、なんかもう透けてる場合じゃちょっとなくなってきた。わかります。それがトレンドの一つでもあるというか。そうなの、もちろん自分の肌色を多少は透かせるんだけれども、うん、前ほど透け透けっていうよりは、うん、ほのすけ姉さん、ほのすけ何それほのかに透けて、うん、ほのかにカバーの、その透けとカバーの絶妙な、うんうん、あのバランスっていうのかな、そこが本当に美しくって、うん、綺麗綺麗でしょ、うん、ツヤもすごいいいですね。そうなんだよね。白のその加減っていうところにすごくこだわったっていうふうに言ってたのを私も聞いたんだけど、うん、白ってすごくその表現としてあの難しいんだよね、やっぱりいろんな白があると思うんだけど、うん、そうですよ ね、 あるよね。カバー感、ツヤ感、トーンアップ感のバランス、大人の人が好きだなっていうところに収まってると思います。もちろん保湿力もすごいし、ピタッと固定力もあって、うん、なんか頼もしいね。いや、これだけで結構やっぱりもう肌がもうある程度整っちゃってるから、うん、そうそうそう、毛穴レスだし、毛穴レスなんか立体感もあるし、なんかハイライト効果もあるし、あるファンデーションも少なくてね、済みますよね。あ、すごい、ガーンないこれがでも白ベージュの、そしてスックのザ・プライマーというところで、うん、もう自信作っていう現れのなんか見え方じゃない。まず、はい、ね、それ、はい、これもさ、すごい綺麗でしたよね、うんうん、ほんと白ベージュ、はい、白ベージュでもね、すっごい滑らか。スックもそうですけど、うん、やっぱ美容成分が本当にぎっしり入ってるから、うん、下地なんだけど、うん、やっぱちょっとスキンケアクリーム塗ってんのかなっていうぐらいの本当に下地の感じなんです。透明感もあるけど、はい、やっぱりベージュなので、ね、ほら溶け込んだ。あ、めっちゃ綺麗になった。艶もいいね。艶もいい、うん、立体感も出るし、毛穴レスもね、ちゃんとあるし。でもさ、こうやって塗って馴染んだら全然、うんうん、自然だよ。わかんないですよね、うん、早くなーねはい、ということで、はい、しました。でもね、すごいね、もちもちです。やっぱりベージュのトーンアップって無理ないですね。無理ない、うん、そうそう、本当にこう頑張ってトーン上げてるって感じでもないし、うん、はい、もはや自分の肌自体がちょっとあのいい感じですよっていう見え方じゃない、はい、インウィの白ベージュの下地ですけれども、はい、柔らかいね、かなり緩めのテクスチャーで、うんうん、白が強く効いてる感じだけれども、うん、伸ばしてみると、うん、硬さもなんか本当にみずみずしい、軽やかで、さっきのスックとかよりもうちょっと薄仕立て の、うんうん、あの肌の仕込みがしたいなっていう方にはいいのかも、はい、カバー感は控えめでトーンアップでもちゃんとベージュ感は残っているので補正力っていう部分でも申し分ない。ありますね、ちゃんとトーン上がりました、すごい。あ、でもさ、やっぱりさ、片方の手だけ見てるとさ、何も違和感ないんですよ、うん、そう、だからこういう感じ、うん、のお顔ですけどって感じじゃん、ね、もともとの肌が健康的で、うん、そう、なんか元気な感じですよみたいな ね、すごく透明なプレーンすぎる下地では、うん、少し心もとないお年頃、はい、わかります。先ほどの、2つよりは少しさりげないけれども、うんうんうん、これぐらいで心地よく収めたいっていう日もそれは私だってあるさ、うん、いつも10トーンアップ今日とかも 10、うん、10が通常ね、健康なんで
なんですけど、これ本当に控えめ、まあ、5行くか行くか行かないぐらいかも。控えめだけど、やっぱりなんて言うんだろう、もともとちょっとこう肌明るめの人みたいな印象には持っててくれますね。ど定番名品ポーランド城、これ知らない人はもういないですよ ね。もう20年前ぐらいからね出てて、ちょっとずつちょっとずつリニューアルを重ねて、今回私すごい触って、はい、とにかく保湿力がものすごい上がってました。みんなが安心して使える、やっぱり白ベージュの、確かに白ベージュといえばポーランド城っていう感じだよね。確かに確かに、はい、気持ちいい、はい、気持ちいい、インウィーに近いかな、うんうん、少しみずみずしい感じで、ね、はいはい、塗っていくとね、本当にね、うん、肌にねピチッもちってするんですよ、はいはいはい、もちっとするよね。そう、これポーランド城のこの下地って感じで、本当に気持ちいいです。でも色もほらすごい綺麗、だんだんやっぱ馴染んで、最初の感じから少し収まってきて、ね、うん、収まってきて、うんうん、もう何もなかったかのように、はい、元々って感じになりました。はい、元々の美肌にしてくれる、美肌です。内側の保湿からくる透明感をよりプラスしてくれる感じ、はいはいはい、大人の肌を潤わせてくれる。あら、ありがとう。より秋冬っぽ い、そして大人の方にも満足してもらえるような保湿力ってことだよね、はい、バランスがいいですね。バランスいいね、うん、白ベージュといえば確かにそうだわ、ね、これなんかポーランド城の色っていうイメージありましたよね。わかるわかる、うんうん、白ベージュやっぱりもう本当に、うん、とりあえずどなたにでもスッと溶け込んで、ね、みんな底上げ、そう、その人らしく底上げしてくれるのが白ベージュだから、そうですね、まずその人らしさを引き上げるためのアイテム、うん、そんな感じで、そこにプラスで、うん、じゃあちょっとピンク足したりとかもあるんですけど、なのでまだ白ベージュ備えてないよっていう方は一つ用意しておくといいと思うよ、ね、おすすめ、今期で買うのおすすめです。そうだね、ずれないよれない固定力ファンデが豊作だった、はい、という話、ね、できたテクスチャー自体は様々で、はい、いろんな形状なんだけれども、うん、みんな最終的にこの RMK の新しいファンデーションもアクアティックグローということで、これ使ったら本当にこの名前の通りだった。わかる、めちゃめちゃみずみずしい、うん、これもさ、ムチムチ、ムチムチ、うん、そう、ね、好きなんですよ。ムチムチ好きだもんね。ムチムチ女子、ムチムチ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 、ゆるさからのもちもちムチムチを感じて、うん、あ、だんだんゆっくりになっていくよ、うん、である程度いったらもうこれがピタッ、全然だって動いてないもん、肌の表面が、でしょう、すごい、これもう肌とめちゃ綺麗、ピッってなってもう動かない。こういう固定力ファンデーションってやっぱりこう、うん、固めてしまったらそんなにさすったりこすったりしない方がいいと思うから、うんうんうん、ある程度のスピード感でゆーっといってピッっていう風に決め込むと本当に美しいし、固定系っていうとやっぱりマットな印象あるけれども、ね、うん、最近の特に今期のもののすごいところはツヤもあるのに固定系なんだよ、うん、確かに、なんかそこは求められないと思ってましたよね。そうなの、ツヤとその最終的少しセミマットみたいなホギーなとこに持っていく、うん、ツヤとセミマットと崩れないとなんかもう全てのみんなの欲望が全部叶うようになっちゃってる、うんうん、まさにこのファンデもそう、困ったよね、困ったというか嬉しいんだけどさ、いやもう本当にテクレスですよ、テクレス、ね、むちっともちっと、うん、むちっと感、そうね、ちょっと新感覚な固定力ファンデーションで気持ちいいと思います。 RMK らしいフレッシュさがあります。これすごかったですよね。あ、それなんかもう超大事じゃない、スティックタイプ、これ初めて使った時ちょっとびっくりしました、ね、はい、よかった、なんじゃこりゃ、なんじゃこりゃ、すっごい伸びがいいの、うん、だからもうお肌にもこう 直接でいっちゃって、でもこれも固定なのである程度のスピードはあった方がいいと思います、はい、うんうんうん、で塗って、うん、伸びてる伸びてる、今は伸びてる、すごい気持ちいい、すごい気持ちいいんです。でさっきの RMK のアクア系というよりは、うん、こっちはもう少しサラッと、うん、そうだね、そう、表面サラッとして、はい、ぴったり来てる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 、これね本当面白いですよね。わかる、なんか瞬間がわかるんですよ、ピタッて動かない、わ、うん、かる、はい、あら、来ただね、めちゃくちゃ綺麗だよね、来たに行きました、うん、もう今こうやってやってもやっぱ肌の上でファンデーションが全然動かないんですよ。そう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 、
カバー力あるよねスティックだから。あります、重ね塗りとかしたらそうなんですよ、うん、コンシーラー代わりになりますよ ね、 そうだね、なるなるなる。私はスティックでバーって塗ってもうスポンジでパパパパってやっちゃうんですけど、うんうん、固定系って時短にもなりますよね。なるなるなる、終わったっていう感じが来るじゃないですか。そう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 、うん、それをやっぱこう理解して使うっていうのが、うん、大事じゃない。そうですね、結構さもう固定されてからもさ、うんうん、なんかさこすったりなんかしてやってる人がいるような気がして、うん、そうするとあのほらポロポロってなっちゃったりとか、うん、本来つかなくていいやとか、そう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 、だからついちゃったりするから、さっきみたいにあ、うん、ほら固まってきた、固定されてきたって思ったらもうやっぱ決め切るっていうことが、うん、ちょっと大事なのかなと思う。そうですね、うん、これそれが本当に手の感覚だったりとか、うん、本当に塗ってる時に分かるよね。分かる、そうそう、分かるっていうことを分からせるようなテクスチャーっていうことですね。テクスチャー、うん、これはオルビスです、うん、オルビス U の、これねちょっと古いやつ、うん、ほら全然タイプが違うね。本当だよ、テクスチャー混ぜてきちんとミックスして、はい、水っぽいわけじゃないけれども、うん、つるっと気持ちいい、そう滑らかで、うん、あほらゆるゆるじゃないですか、なんてこと、はい、なんてそんなに止まるんですかそれ本当に。そうよ、これゆるゆるしてるんじゃないの、固定なんてするのね、あら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 、あらということで動きがゆっくりになってきました。ゆるさが、ま、硬さっていうのと違ってそのとにかく膜だよ ね、 膜ですね、膜になっていくから、うん、そろそろもう止め時だなって分かります、うんうん、だからある程度スピード感を持ってスッスッスッとやったらもう、うん、すごいサササッって塗ったら自然に均一にしてくれますね。なんかでその塗り方が今いいよね、なんかね、そんな感じするよね。分かります。それってまあ私たちは、うん、あの顔のゾーンによっていろんなツールで厚み操作とかをさ、うん、やったりしてたわけだけれども、うん、そんなこともせずにピチッといった方が綺麗ってすごくない？勝手に厚み操作してくれてるじゃないですか。そうなんですよ。なんで、でカバー力もちゃんとあって、うん、すごいカバー力ありますね。これカバー力あるの、うん、これこそ本当面白い、いらないじゃないですか。これもいらない感じなんだよね、うん、でもカバー力あるけど全然全然埋まってる重たさはないです。重たさないでしょ、うん、ないないない。だからこちらもスキンケア作用、うん、そしてツヤが残るのに固定っていうところで、うん、多分みんなが欲しい要素全部入れ込んだ系だから、うん、もうどこのブランドもさ全部入れてきてんのよ、うん、欲張りを。オルビスさんはまた手頃だしね、うん、そうそう、で、ね、結構こうお肌に優しいというか心地よい印象のブランドだけれども、うん、結構なあの仕上がりの完成度の高さみたいなところではなんか今までいない感じのオルビスな感じがしました。ゼンウェアのグローなんですけど、なんか固定系って言ったら意外と結構ゼンウェアって代表の一つかな。そう、あの最初のタイプでしょ、ね、そうですよね、ちょっと待ってるね。そうそうそう、ゆるいの、ゆるいのよ。あらららららら、これもはい伸ばします、はい、これ早いですよマジで。あら、もう、もう早い、もうなの、キュッて密着するのが早い。なんか 今までのやつでよりも早いなっていうのがすごい感じます、うん、ファンデーションの方が肌に本当にキュッて吸い付いてってくれるので、ね、やっぱこれ全顔塗るのもめちゃくちゃ簡単。確かに、だから本当ちょっとスピードは大事になってくるんですけど、もうスキンケアみたいに塗る感じで塗っちゃってもなんて言うんだろう、あ、ここ厚塗りになっちゃったとか、はいはいはい、あ、ここなんかムラになってるっていうのがありません、はい、ありません。もう今完全にぶった早かったね。グロータイプっていうことで、うん、ツヤなのに固定力。そうなんですよ。なんかね、でもね、ツヤツヤはツヤなんだけ ど、 ツヤツヤリンコじゃないよね。めちゃくちゃナチュラルな感じっていうのもちゃんと出てるし、うんうんうん、確かにグローのやっぱ表現が変わってきてるっていうか。違いますね、うん、今欲してるやっぱグローって前みたいなそのテラテラじゃないから、うん、やっぱりその人のちゃんと内側から出てるみたいな潤い感のツヤ感のなんか見せてくれる表現力だったり、でも本当に引き締まって見えるツヤ。 そう、うん、そうですよね、うん、キュッっていうツヤ、キュッツヤ、うん、これすごい。そんな感じ深いな。あの、自分たちで言うのもなんだけど有益な情報です。そうですよねと思わない。だって視聴者の皆さんメイク大好きだから、うんうん、結構ゆっくり丁寧に、うん、あのやってるなんていう方もいるかもしれないんですけど、うん、ぜひとももうスピーディーに、うん、そうで、こっちやってこっちやってみたいな感じでこう、うん、ゾーンで分けてピッピッピッってやった方がもしかしたらうまくいくと思わない、うん、こうルンルンルンってやってるとさ、うん、時間かかるから、うん、ピッピッピッ
はい、ピッピッピッパパパパっていう感じ、うんうん、なんかすごいベースメイクの時間めっちゃ短くなる、短くなると思います。でも仕上がりは格段と、そうなの、良くなりますよ。この固定力のファンではより今季すごいなと思って。でさ、もう固定力は多分ずっと続くトレンドだと思うんだよね。だって秋冬にさ、これだけ固定させてくるってさ、うんうん、あのもうシーズンレスなわけじゃん、みんなの願望が、はい、うん、そうですよね。そうで多分やっぱりこれマスクの時代にすごいこう高まった技術だと思うよね、うん、はい、明らかに、うんうん、マスク以前ってやっぱりゆるゆるテラテラが多かったと思うんだよね。はい、だってこうやったらまあちょっとこの指の跡ね、ピーみたいな、指の跡つくよみたいなとかね、当たり前だったし、だもん、うん、これやっぱトレンドとして続くと思いますので、うん、はい、ぜひチェックしてください、チェックしてください。大きな差がさ、前よりは出しにくくなってると思わない？そうですね、うん、ね、ああ、だから仕上がりにあんまり左右がないんですよ、うん、実は似てきてんだよ、はい、なるほど。だからそれがいいことなのか悪いことなのかが、うん、なんか前はリキッドはやっぱり薄付きで、うん、なんか立体感で、うん、クリームってもう濃厚で、でそのまんま走るからね、そうファーストのテクスチャーでずっといくから、そうテクスチャーをちゃんと最後にもう感じさせてた部分が、うん、今はゴールが一緒って、そうなのよ、それが語りたかった、そうゴールが一緒なんですよ。だから好きなテクスチャー、自分の好みのテクスチャーってあるんですよ。例えばスティックって、私とかってまあちょっとぶっきらぼうじゃなくて、なんていうの、ぶっきらぼうぶっきらぼうじゃなくてぶっきらぼうじゃないよ、パクちゃんは大ま…大雑把、大雑把どうしてぶっきらぼうが出た、ちょっと ごめんなさいね、あ、分かった、舞踊人、あ、違う、なんだっけえ、なんだっけ舞踊人は、あ、今日陰締めできたから違うの、最初のっぺらぼうって言おうとしちゃったの、違う、デクのぼうじゃないんだっけゴールデンカムイに、じゃゴールデンカムイに引っ張られてる。ふっきらぼうじゃなくて、ふっきらぼうじゃなくて、物草、物草だよ。物草って何？あ、だから、だから多分それが言いたかった。めんどくさい。めんどくさい。うん、そう。めんどくの。デクノボって誰が言ったの？かおりさんだよね。なんかもう、よくわかんなくない。はい、おのぐさですよね、はい、なんか手汚れたくないとかだったら、はいはい、スティックとか使いたいし、じゃあ今日ちょっとこの今4つに出てないけどクッションだったりとか、なんかリキッドのあのよりスキンケアっぽい感じが好きだなって人はやっぱりリキッドを使うのもいいし、そうでしょ、好みでよくて、うん、ファーストのテクスチャーなり所作なりに自分の好みがあって、 そう、うん、そこに結構重きを置いてチョイスしてもらって、ゴールは比較的固定系なので、うん、だいたい均一になる、うん、ツヤ残しのサラマット気味なんだよね、うん、みんなが求めてるゴールがやっぱり崩れたくない、うん、そうでツヤがちょっと欲しくって、ね、さらっとしたい、気持ちよくいたい、うん、だから、うん、スタートのテクスチャーにはすごい好みが分かれるんだけど、はい、ゴールの好みが、そうみんながなりたいゴールは結構一緒っていうか求めてるのをね、うん、そうだね、あ、やっぱりみんなそれが今のファンデーションの仕上がり感にすごい出てると思うんですけど、確かに、そうやっぱりみんなのご要望がそこだから、うん、そこに必ず到達するファンデが出てきてるっていうことですからね、はい、いやこれは朝までやれる議論だ ね、これね深いんですよね、深いんですよ。だからこれに私たちはもうちょっとツヤにしたいとかでちょっとしたテクニックが入ってくるわけですよ。そうそう、操るんだよね。でもみんなこうなんとなくベースが前みたいに本当にドカーンドカーンってなってなくて、うんうんうん、なんとなくこういうフラットなところでちょっとの違いを出していくのがそこが技術とテクニックになってくる、うん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 、あと手間になってくるなって思うので、またもしかしたら私テクニックに戻ってくるような感じがする。あ、戻ってきそうですよ ね、やっぱりちょっと前はいろいろあって何でもよくってだったけど、うん、やっぱこうなってくるとちょっと操り方次第っていうところにまた戻ってくる感じするよね。あとみんなやっぱコスメどん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 好きになって、その人のなんていうんだろう、お化粧に対するレベルがすごい上がってきて、うんうん、技術も上がってきて、うん、そうなってくると多分いろいろ掘り下げたくなってきますよね、うんうん、そうだね。そうなってくるとやっぱりテクニックの時代も来るんじゃないかなと。いやいや、その兆しを感じています。やりたくなりますもんね、現場とかでもね、うん、そう、分かる。そこでやっぱり差が出ていく、うん、そうじゃないともう今ちょっと差がないぐらいの時代になってきてる、ね、製品にね、良すぎてね、良すぎて、うん、はい、
はい、もうこれだけで本日は確かにもう掘り下げちゃった終了です。普段使いできちゃうテリテリハイライトに注目。テリテリですよ皆さん。秋冬にテリテリしちゃう。テリテリ、なんか夏のね、なんかギラギラ太陽スパーンみたいな、スパーンテリーみたいなイメージだったけど、うん、あえて秋に。この資生堂のオーラデュープリズムイルミネーター、はい、もうね、名前がね、うん、オーラでプリズムで、プリズムでイルミネートでございます。もう全部入ってますよ。入っております。そしてここにはですね、はい、動物です。香里さんはねこれね、ちょっとですみません、生ずって言いましたからちょっと分かんなかったんですけれども、 うさぎちゃんですよね。うさぎちゃんです、はい、まさにこうプリズム輝く、うんうん、ちょっとこう黄身もピンク身もあって肌なじみのいい、うん、白くなりすぎない、うん、だからどんなあの肌作り肌色作りをしても、うん、結構なじみがいいんじゃないかなと思うような、照り感自体は少し強めに見えるけれども、この色出しがすごくこうニュートラルっていう感じで、うん、ちょっと肌の延長的な、ね、色ですよね、うん、だから大人も使いやすいのかな、そう思います。そして、うん、こういうなじみ色のハイライトであれば結構広くのせても全然怖くないかも、うん、そうですよね、うん、パクちゃんも結構広くのせてるって言ってたね、ハイライト最近すごい広くのせちゃう、うん、好きなんですよ。それってさ、こういう大胆なテリテリハイライトってやっぱ質感が本当に良くないと、うんうん、大人がさ広く使うのって結構際どくない。そうなんですよ、ね、本当にやっぱり毛穴ち怖かったり、毛穴ね、みんなねこういうのお見せするとね毛穴怖いっておっしゃるんですわ。そう言うし、うん、あとは逆にこのテリテリにしたことで肌が汚く見えちゃうみたいな、あれってちょっと下品に見えるからだと思うんですよ。まずいよ、うん、それはまずい。ただそのそう表面のキメの乱れみたいのを拾ってザラッと見せたりするものがあるんだけど、これあのやっぱり大人におすすめできるのは粉質の良さ、うん、見ててもすごいし、ね、滑らかでしょ、滑らかで大胆な光を放つのに一回ちゃんと肌の表面をソフトフォーカスして、うん、なんかそのアラみたいなものは一度封じ込めるようなふわっとこうベールかけてから光りますって感じ。チークのように入れても可愛らしいし、私はこれちょっとチークっぽく使ってました。なんか少しこの辺とかにも、うんうん、本当チークラインに入れちゃって毛穴が目立つ部位であっても、うん、まあ、今言ったような多分こう処方というか、うん、あのテクスチャーなので、うんうん、大胆にのせても大丈夫って感じ。これすごいね、はい、エレガンスさんでございます、はい、アテミエルウェール002番、これは白いです。白、うわー、わー綺麗、すっごい人塗りで、うん、結構出るじゃん。これ今あのまだ馴染ませてない感じです、はい、わー、で馴染ませていくと、ほら、すごい白っぽいんですけど、肌の立体感のところの筋をこう筋よりなんかこう筋っぽい線をしっかり見せてくれる感じ。すごい、そこがギュッと立ち上がってるから、うん、頬とか鼻とかがもうこうなるのがもう目に見えるじゃん。引き締めハイライトなんですよね。いいね。なんかこのテリテリ感がやっぱりその肌の張り感、はいはい、ポワンと張った感じに見せてくれるので、うん、私は結構こうチークを入れた上とかにさーっと、うん、分かる分かる、さっきのねこのついてるブラシとかで、うん、こうやって本当にこう、うん、こういう感じでさするようにね。そうすると膜っぽくポワンと張って、うん、すごいこう光が立体にこうついてくる感じ。うん、やっぱちょっと横を向いた時のこの回るついてくる光ね、綺麗だよね。丸みね、綺麗ですよね。なんかちょっとスムパって入れるけど、なんか本当に入れてもなんだろうな、あんまりこう肌が変な白浮きもせず、ほら、うわ、あらららららら、すっごいじゃん。大人でもなんかこう張りがちょっとキラキラギラギラを楽しめるやっぱり粉の良さだったり。そうだね。するので、私は結構広範囲で、いや光ついてきてるよ、ハイライトパウダーとして使っちゃうのがおすすめです。わ、うんうん、かりやすく大胆にくるツヤみたいなものが戻ってきてるっていうか、私たちの気分になってきてる感じするじゃない。そうですね、なんかそれちょっと話戻すと、うん、やっぱりファンデーションが今、うん、なんか結構ニュートラルな、うん、なんか仕上がり感だったりするじゃないですか、程よいツヤ感と、うん、だからなんかこうこういうものをプラスしてより自分の好みにするっていうかね、そうです、なんかそういうのも戻ってきてるかなと思います。プラスオンアイテムとして
って、うん、またそこで自在に操ったり、うんうん、固定力ファンデーションでもうそこは崩れない安心さをいただいておいてさ、はい、あと見た目のそのツヤ表現とかをこういったもので操って、うん、その日の、うん、見せ方を変えていく。そうですよね、うん、毎日のこうお肌作りをちょっとずつ変えたりとか。いや、うん、ね、またこういったものは春夏であるっていうよう なんか固定概念もなくなって、うんうん、ほらあのメイクアップもそうだったじゃん、秋冬の方がさカラーものとかさ、うん、カラーラインとかがさ多くてさ、ね、シーズン関係ないじゃんとか話したけど、うん、まさにこの肌作りにおいても、うんね、なんか秋冬はマットフォギーじゃなくてさ、うん、はい、テリテリしちゃってくださいという、うん、あ確かにフォギーとかマットでしたね秋冬って。そうだよ、忘れてた。そうだからもうそんなのいいの忘れて忘れよ。そうそう、ね、今年はこんぐらいもうねギラつき照りつきでいいと思います。照りついてこうぜ、はい、高級シリーズでお顔も心もうっとり。かなり高級なね、はい、コスメがラグジュアリーなメイク、はい、出ておりますので、まあ、それらを一堂にご紹介するということで、はい、アルビオンエクシアから、新しいこれプレスト状の粉が出ます、はい、もう見た感じから高級感が漂っておりますとにかくここもね素晴らしいこう彫刻というかね、うん、デザインなされているエクシアのこの粉なんだけれども、はい、そういうところもいいな。そうなの、うん、まだこれさやばい、はあ、めちゃくちゃ気持ちいい。しっとりじゃない。こういう布団で寝たい本当に手に吸い付くような、うん、柔らかなパフで肌当たりはもちろんだけどこう扱いやすいね。そしてお粉はねもう本当にね超モイストなのこれ、はい、これしっとりしっとりしっとりですよね。しっとりしっとりしっとり、さまざまな潤いのオイルが粉の中に配合されていて、うんうん、もう大人肌どんな乾燥している状態であっても怖がらずに大胆にこの粉乗せてもらって全然大丈夫。いいですね、ほんのりと明るさも出るのでトーンアップを、うん、あのさらに叶えることもできるから、そんな感じであのまた肌作りをまた違う 見え方に持っていく、色の変化を楽しんだりちょっとソフトマットを楽しんだりっていうことで大胆に自由に扱ってほしいのがこのエクシアです。リッチだけれどもね、ゲランでございます。パリュールゴールドスキン、はい、マイクロパウダーということで、これもねまたやっぱり ね高級パウダーのその一つの条件としてこの布団ものやばいよこれどっちかっていうと上にかけるっていうか下に敷く布団にする。そうですね、首に巻きたい感じどっちなんかどう首に巻くの。やっぱり違いますね。違います、もうここからね。そう、うん、こっちのゲランの方はちょっとこうあんまりしなるっていう感じよりもやっぱ重厚な厚みがあって、うんうん、弾力がね、でも弾力あるけどしっとりしている毛足が素晴らしいです。でこちらのお粉に至ってはですねちょっと読ませていただきますけれども、はい、24金ピュアゴールドとダイヤモンドパウダーが配合です。もうダイヤモンドも顔につける時代じゃないの、ね、お粉をまとっただけで香りも一緒にまとえるし、香り高級、高級、そう、なんかもうつけただけで高貴な自分っていうか、自信が持てる。で清潔感もまとえますので素晴らしいさらっとした心地よい粉で、なんといっても24金とダイヤモンドです。エスティローダー、こちらでリニュートリブラディアンスセラムクリームメイクアップ、エスティリオーダーの最高級スキンケアライン、うん、これこそ美術芸術品じゃん。そうですよね、置いてあってもすごく上がる。中身ももちろんそうだクリームタイプですよ。お高いですけど、はい、スキンケアがもう詰まりまくってるんで。そうだよね、そう考えるとちょっとお得。スキンケアにねお色がついたっていうような感じだ、はい、クリームですけど、うん、ずーっとなんて言うんだろう、伸びていくとかじゃなくて、ちゃんと、はい、はい、来た、はい、来た、とどまるトレンドですね、はい、あ、すごくないですかこれ。しっとりだけど、うん、全然ほら後つかないから。本当だ、最高級なスキンケアがちゃんとお肌にピタッとくっつく。そうだよ、最高級スキンケアがピタッて最高じゃん。もうずっと一緒ですよ、うん、ずっと一緒に最高級な自分が夜まで続く嬉しいですよね。確かにこういったものほど固定力があるということは嬉しいよね。本当本当。プラダの
見てください。やだー、パクちゃんちょっと髪の毛と、はい、一緒なんです。グリーンのパウダー、何これ、めちゃくちゃ可愛い。可愛すぎるよ。そしてね、すごいしとしとしとリーナ、しと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 リーナ、すごくないですか。すっごいしとしと、はい、岡田先生ももうしとしと認定です。毛穴レスにはもちろんなるし、ちょっと透明感も、肌がちょっと赤らんじゃった時とかのお直しでもいいです、うんうん、お直しにいいね。上がる、上がる。もちろん持っててるだけでも上がるけど、お肌もめちゃくちゃ上げてくれ、上げてくれ、あうまい、うん、ということで結構熱く語ったね、はい、語った。製品の特徴みたいのも話したけれども、うん、こう広く今どういうふうにベースメイクがなってきてるかっていうのをパクちゃんと分析しつつなんか語り合えたので、なんかいつも思ってたことを確認し合えてなんか嬉しかったし、結構有意義な動画になったんじゃないかなと。時代が求めてるっていうところにちゃんと落としてきてますので、あのもうやっぱり自信を持って新しいものをなんかこうやっぱゲットするのはいいんじゃないかなって気づきがあると思います。ここからはオフトークのコーナーです。今日は視聴者の皆さんから質問が来ていましたので、そちらにお答えしていくっていうコーナーなんだけど、結構もう具体的にあの、うん、おすすめのアイテムをバンバンバンって答えていくからよろしくお願いします、はいはい。メイクしたてはいいけど日中になると乾燥してしまいます。乾燥が気になる人におすすめのアイテムを教えてください。はい、私たちが選んだのはじゃん、ポーランド上のモイスチャライジングプライマーとイプサのクリームファンデーションですね。はい、やっぱり保湿力抜群な下地と保湿力抜群のファンデーションをおすすめします、はい、ムチッとするなんか保湿の感じかな、うんうんね、最強の組み合わせだよね、うん、際立って保湿力が高い製品の下地とファンデのチョイス。はい、立体感を出したいけどアイテムを重ねると厚塗り感が否めません。テクなしで立体感が出るアイテムを教えてください。はい、じゃあこれも今期の、新作から選びました。じゃん、おすすめデコルテ全ウェアグローファンデーションとエレガンスのワタミエルベール、はい、ある程度、うん、自分らしいもう立体感を作ってくれる、うん、ファンデーションを選んでしまって、 そしてエレガンスこのテリテリハイライト、うん、スポットで乗せちゃう、そうだね、うん、厚塗り感なく、ね、粉質の良さから大人でもこう扱いがうまくいくっていうものだし、はい、うん、強さもスポットで入れると出るからね、でちゃんとあのいい強さが立体感を本当にちょっとこう持ってくれる、わかるわかる、うん、結構意外と爆盛りしてくれる、爆盛りだよねこれねなるので、だけどちゃんと上品、うん、アイテムを重ねると厚塗り感ってあるけれど も、うん、あのもうアイテム自体にパワーがあるので、うん、どちらもこう薄塗りっていうか、うん、適切な量だけでも綺麗に決まると思います、はい、とにかくカバーしたいです、はい、カバー力最強アイテム教えて、はい、まあ、今期のファンデーションなんかだったら、はい、まあ、こちらですかね、ハクのブライトニングファンデーション、エストの、クリームファンデーション、わこれ、すごいカバー力ちゃんとありましたね、ありました。あ、でもカバー力あるけど厚塗り感はない、ない。そして、うん、固定、うん、ハクはやっぱり美白作用をいただきながらっていうことで、うん、嬉しいよね、カバーもしつつさ、ね、うん、ちゃんとケアできてるっていうところ、うん、きっとこうカバーっていうことはいろいろお悩みがあるのかなと思うので、つけてケアしてくれるようなこのファンデーションっていうのもすごくいいし、うん、エストもね、そうエストもなんか1回限定で出てものすごい人気で、とど、うん、定番化と言われるカバーファンデーションだよね、はい、これも本当綺麗な仕上がりですよね、うん、なんかカバー力あるけどすっごいこうカバーしてる重たさは一切表面に出ない感じなのでね、はい、いいと思います。最強カバーファンデーションだね。時短でベースメイクを仕上げたいです。今期おすすめの時短ベースメイクは何ですか。はい、今期のファンデーション自体が意外と時短なんだけど、全部、ね、またちょっと違ったところからのおすすめとして、はい、そうだね、はい、エスプリークのスピードフィニッシュセラム BB、 もうスピードフィニッシュだから言ってるアディクションのデイクリーム、はい、はい、このアディクションのデイクリームは、うん、スキンケアのクリームなんだけど、はい、もう下地みたいな感じですよね、はい、そこだからもう2つが1個になってるわけよ、はい、だからもうこれでスキンケアの終わりからもうベースにこう食い込んでるわけですよ。食い込んでくる食い込んでからのこっちなんで、はいBB なのでね、うん、全部
入ってますよ。本当スピードフィニッシュって言ってるだけあって、はい、やっぱ毎日時短なわけじゃなくて今日本当に時間ないっていう時にお助けアイテムっていうのは絶対あるとね、本当に備えて置きたい、ね、安心なので、これ本当このスキンケアから下地からここから、はい、バトンを引き継いでフィニッシュみたいなおすすめです。おすすめです。毛穴を撲滅したいです。とにかく毛穴が消える最強アイテムを教えてください。はい、ユーピンクのポアレスフィットプライマーとリサージのビューティーオーラフィルター、これすごかったね、うんうん、いわゆるその部分用系 の毛穴下地なんですけど、うんうん、全然乾燥しないし、そうだね、面白いねこれね。毛穴 そのポイントなんてパインって張った感じだったりだよ、ね、そうそう引っ張られる感じが嫌なピキッとね、そうそうそう、全然なかった、これすごかった、はい、でリサージのこの粉もね、あのちゃんとお粉大臣の、はい、あのチェック済みでございますよ。カリ先生にももうこれ結構ね本当に粒子細かすぎて粉のせたっていう存在感が出ないので、うん、毛穴に大胆に結構ねしっかり入れちゃっても全然こうバレないです、はい、パフでもブラシでもいいですね。そう思う、うんうん、ちゃんと埋まると思います。この組み合わせは結構毛穴撲滅で撲滅セット。冬の寒さで顔がほてってしまうのか赤みが出やすいです。赤みを自然に抑えられるアイテムが知りたいです。はい、化粧下地としてインテグレートのウルピュアベースのミント、うん、そして、まあ、お直し上からお直しするパターンとしてレブロンのスキンハイライトプレストパウダー N、109番のブルー系ですね、はい、いいね、プチプラセットだね、うん、そう冬だけそういう風な赤ら顔になっちゃうっていう時には試すのはプチプラをすごいおすすめかなって思いますので、なんかまあプチプラでちょっとチョイスしてみたんですけれども、はい、まあ、グリーン系ブルー系はやっぱりね、そうだね、助けていただきましょう、ね、封じ込めて、うん、これもウルピュアっていうところで、うん、これもね保湿もね保湿力もすごくありますし、うん、アイテムが増えるから乾燥するのは嫌じゃないですか、うんうん、確かにそう、ね、そういう乾燥とかも気になるし、はい、このパウダーもね良かったですよ、良かったですよね、うん、すごくしっとりした感じなので、はい、お直しでなんかこう何度かきっと直すことに、ね、なると思うんですけど、それも安心して使えるのではないでしょうか、うん、部分的にどっちもこう使うっていう感じでも十分いいよね、うん、秋口ってなんかこうちょっとこうトラブルが、ね、出たりとか、ね、悩みも増える時期だなって本当に思うので、はいはい、なんかちょっと参考に、ね、してくれたら嬉しいです ね、 悩みを解決しつつ、うん、あのやっぱり新作だったのでトレンドみたいなところも叶うアイテムだったと、うん、思います。またこんな感じで、はい、お悩み、うん、欲しいですね、うん、それにこう、うん、答える私たちがっていうのもいいと思うし、おすすめアイテムもバンバンお答えするので、うん、お待ちしてます、はい、コメントにお寄せください。感想とかも待ってます。そうだよ、お待ちしてます、うん、そして、はい、パクちゃんと二人きりで、うん、そうなんですよね、3回やりました、はい、でもみんななんか温かい、ね、はい、コメントいただいたり、ね、うん、本当にありがとうございました。ありがとうございます、見守っていただいて、はい、見守っていただいて私たち2人でも盛り上げてきたつもりなんだけど、はい、とうとう次回からはですね、皆様の、抽選で選ばれた新メンバーの方が、加入しての座談会となっていきますので、はい、抽選じゃない投票だ。ああ、そうか、抽選しないから抽選しちゃったなということで次回からは皆さんの、投票で選ばれた新メンバーの方が、はい、一緒に加入して3名体制でお届けしていくっていう流れになっていきます、ね、はい、うん、のでまたパワーアップしていくと思いますのでご期待くださいということでじゃあまた次回、はい、お会いしましょう。バイバイ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。お疲れ様。お疲れ様です。そっか、3回。ね、楽しかったね。こう、ちょっと慣れてきて終わる。そうなのよ、この漫才コンビも。寂しいわ。ありがとうございました。この動画がいいと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録と素敵なコメントもお願いします。